皆さんこんにちは。にちゃん放送局です。皆さんはペットを飼っていますか？犬や猫など定番な動物から、なかなか見かけないマイナーな動物まで様々います。そんなペットの中でも可愛くて常に人気上位の動物が、ハムスター、です。今回ご紹介するのはそんなペットのハムスターに起こった悲劇に関するスレです。ぜひ最後までご覧ください。掃除機、ハムスターを吸い込む音。涙が止まらん。ディスウェイ。やめろ。ハムスターを、回し車やん。ヘッド外してるやん、こいやん。部屋の角っこを掃除してたからやぞ。普通角用のノズルつけるよね。放し飼いにするな。ハムスターは脱走したがるんやで。すまんが想像したら笑えてきた。ボル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 。なんか草。言うて中で生きとるやろ。バッグの中でゴミまみれだけど元気そう。やっぱ紙袋がナンバーワン。掃除機で猫の飲み取りしてあげたら泣いて喜んでたわ。ハムスター飼ってたわ。長生きしないから2代目死んだらもう飼うのやめた。別れが辛くてな。言うほど吸い込むものか。Y10 位、笑えない、死にかけ、死んでるハムスターを持ってくる飼い主さん多いけど、小動物は諦めるんやで。それ金取るんか。取るで、ただ、絶対に長生きはできない、と念を押すからそのままの場合もある。人間と違い手術したら肺終わり、とはならんのや。小動物にとって回復イコール寿命1年縮むと考えてハムさんはジェットコースター気分で割と楽しんでそう。サイクロン掃除機にしとけばよかったのに。車輪を走るハムスターみたいに、中でまだ耐えとるかもしれへんで。500円で補充できるなん。想像したらめっちゃ面白い思考。途中で詰まったら臓物だけ吸われそう。ハム太郎の映画のクライマックスでありそう。痛いのだ。ゴンさんに進化する音やん。掃除機、ビーン。ハム太郎さーん。掃除機、ジュボボボボル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 シュボ。くさ。ハムスターって怪我から助けると10万円で買うと1000円が相場やっけ。安売りは500円とかやし、変わった毛色の子は3000円からとかするな。高くても3000円は草、その辺の虫けらの方が高いな。3000円に対して上から目線なの草、お前は誰かに3000円で買ってもらえんのか考えてみろや。ダイソンの掃除機でも持つところとゴミ溜めるところの間にある狭い部分通過できんやろ、生きてるかは知らんけど。でも500円で買い直せるよね。ミンチよりひでえよ。ハムスターは懐かないしすぐ逃げるクソみたいな動物やで、ペットにするなら犬か猫がええわ。高速で回れるね。なんで放し飼いにしてるんや、奴ら隠れるの得意だから、冷蔵庫の下とかテレビ台の下とかに隠れて行方不明になるぞ。これだけで死んじゃうの。高速で回転した後壁かなんかにぶち当たったら死ぬやろ。なるほどね、そう言われると確かに死んじゃいそう。ダイソンならヤバそうやな、昔ながらの掃除機ならセーフな気もするけど。なんでハムスターってこんな安いんだろ。その辺にいるネズミの改良種がハムスター。メスは生後6週目から妊娠できるし、ボコボコ生まれるからな、繁殖が楽なんちゃうか。掃除機の中身はこんな感じや。楽しそうで草、いけるやん。かわいそう。畜生インコ。これほんま草生える。すまんけど草。ネズミぐらい廃墟とか言ったら捕まえられるやろ、次の回。家族なんやぞ。何台か買ったけど毎度すぐ腫瘍になってしもてかわいそうやったわ、何が悪かったんや。ストレスやろ。そうなんか、やはりケージの中は狭いんやろか。言葉選びながら書くと何度も消すことになってめんどいな、124、うんやね。あんたよ、いい者だと思うわ。ハムスターとか何が面白いんやあれ。命思いのままにできるし神様気分になれるんちゃうか。掃除機がなんだ、フィルター内に巣作ってるぞ。ハムスターが脳腫瘍かなんか脳系の病気にかかって手術したけど結局、ダメやった友達いたけど絶対、騙されてるやろ。ハムスターの脳手術無理に決まってるわ。でも手術しろって頼まれたらやるしかないやろ。治すと2万円、買い直すと500円、グー名言ですわ。Y のハムちゃん。目玉がスイカの種みたい。ドブネズミやん。ぼ、アホそう。寿命長ければ理想のペットなのに。ジャンザリも好きやが、キンクマのアホみたいな顔好き。狩猟で治せんって言われたから、生きてるうちに山に返してやったわ。言うほど山生まれか。草。飼育ケースの外側から掃除機で吸ってみ、対策にのめり込んで普通に可愛いと思う。スレタイで大爆笑したわ。ハムスター飼いたくなっちゃうけど、あんま懐かんのやろ。寄っては来るで。顔覚えないし、噛むで爪ぐらいなら貫通するぐらいやで。懐くというより慣れるや。
爬虫類みたいなこと言われてて草、鳥ですら懐くのに。懐くのがいいならファンシーラットがおすすめや。Y のハッムは帰宅したら猫に腹裂かれて鉄格子の間に挟まっとったわ。悲しいな。トムとジェリーをリアルでやってしまったのか。うわーならんちゃー。なんでそんな奴ら一緒に飼うんや。今までは猫の背中に乗っけても怒らないくらい仲良かったんや。一体彼らの間に何が。猫は動くもんならみんな玩具やろ。ワイクワガタ飼っててバトルさせてみたいけど、傷つくクワガタがかわいそうやから代わりに安いハムスター飼ってバトルさせてみたいわ。相手はヘッビがええかな。ヘビは勝負にならんやろ。牛がいるくらいにしろ。これが鳥とかならかわいそうなのにハムスターならむしろ笑えるの不思議だよな。鳥こそ笑えるわ。生意気やしあいつら。そんなことないやろ。普通にかわいそうや。愛着湧くし。ハムスターと同レベルやぞ。クワガタでも金魚でも愛着湧く人は湧くから、少なくとも死んで笑えるのは最高やろ。ワイはワイとるで愛着。ワイのパラワン大平田クワガタとハムスターってどっちが強いんやろか。ハムやろ体重が違いすぎる。昔オカンが文鳥吸い込んでたわ。トラウマらしい。かわいそう。ハムスター飼ってるやつって昆虫飼育してる感覚なんかな。バカすぎて動物とは認識できんやろ。ハムスターってお腹持ったらすぐうんこするよな。あれなんなん。2、3年で死ぬし命の大切さ学べるから子供の情操教育にはいいけど、社会人になって飼うもんじゃないわ。2、3年も生きるんか。ダンゴムシくらい生きるんやな。意外や。ハムスターの目って出すぎて怖いよな。なんかの拍子で取れそう。あいつらって飯食ってる時に不意に何かを思い出すよな。目が取れそうで怖いわ。ハムスター飼ってたけどほっといたら寒さで死んでたわ。ガチで悲しかった。冬のあれって疑似冬眠の場合があるのよね。だから見つけたのが早ければ徐々に温めてると復活することがある。ワオは定期的にノズルに自分のチンコ突っ込んどるけど気持ちだけやし問題ないやろ。ハムスターって小さい時めちゃくちゃ欲しかった記憶があるんやけど今は不思議でたまらんわ。あんなネズミのどこがいいのかわからんし自分がいつそういう考えになったのかも全然わからん。ワイも幼稚園の頃飼いたいって親に願った記憶あるわ。ダメって言われて親ケチやなと思ってたけど今考えるというのう。ワイは逆にスポイトみたいなんで風を吹きかけて遊んでたら軽く飛んでくから楽しかった。なんやそれ全然絵が浮かばん。ファンシーラット飼いたい。ハム太郎世代のおじさんたちわらわら。電車の中でわろてもうたわ。ハムスターかダンゴムシ買ってもらえるならダンゴムシ買ってもらうわ。多少高くても。ハムスターすら無理なやつがあの手のは絶対無理やぞ。紙パック式なら助かりそう。子供の情操教育って本気で考えるならある程度でかくて頑丈な猫飼い犬しかないわ。その分親は飼うのは大変やけど、数年で死ぬハムスターとか小型犬なんて夏休みのカブトムシとクワガタの延長にしかならん。情操教育っていう意味ではむしろ逆効果やな。寿命が短すぎるし命が軽くなってしまうわ。寿命が長くても2年だからな。お別れが悲しくなるわ。猫なんて自分よりはるかに大きい飼い主相手にも口で発散させて全力で襲いかかってくるのに、ハムスターなんてそら瞬殺やわ。イッヌと一緒に飼ってるやつは単にイッヌさんが雑魚に構わずに大目に見てやってるだけやぞ。昔の掃除機なら死ななかったのに、透明なサイクロン掃除機で吸ったらどうなるんやろ。地獄の回し車か。というかフィルターに押し付けられて死ぬで。ハムスターって臭くならないの。糞が臭そうなんやが。動物が臭くないわけないやろ。お前だって一日風呂入んなきゃ臭いやろ。なんだ臭いのか。じゃあ買う価値ないな。ワイのハムや。いかにもバカそうで草。ジャンガリ可愛いね。ルーミーのケージ、ワイも使ってるわ。めちゃかわやんけ。そう考えるとやはりペットとしてはオウムとかがいいな。賢いし甘えてくれるし鳴き声問題がクリアできるなら完璧やろ。なお死ぬほど長生き。なお下手したら飼い主の方が先に死ぬ模様。さっきもレスしたけど、ワイ寝てる時に脱走ハム潰してもうたけど、最初に見つけた時は悲しいってより先になんかドン引きしたわ。枕振り回したらインコに当たって死んだの思い出した。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。以上、2ちゃん放送局でした。